本日予選2日目は朝の霧雨が戻って最後のこの12レースを迎えました。ただいまから執行委員長選抜 A 戦第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇福岡の武井波、2号艇山口の津田博恵、3号艇福岡の大橋恵梨香、4号艇愛知の細川優子、5号艇岡山の藪内美月、6号艇静岡の鈴木成美、以上6名の対戦です。枠なりの待機でゆったりとしています6艇バック側です。1号艇の武井波、ここまで無傷3連勝。今日の前半は8レース、プロペラが変わりましたが、何のそのトップスタートからまくって勝っています。エースモーター23号機。2コースが2号艇の津田博恵。前半の7レースはインから2着です。まずまずの動き。そして3号艇の大橋恵梨香、今日の前半は4着と敗れましたが、昨日は連勝。とても乗りやすいとのことです。そして4号艇の細川優子、引っ張って角4コース。昨日は2走3着、プロペラを叩いてどうやら上昇ムード、フナッシュアップして今日は前半逃げています。5コースは5号艇の藪内美月、6コースは6号艇の鈴木成美。モーター自体の良さは感じているということで、今日の前半は2着でした。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第12レース、内側1番と3番が好スタート。スリット後は6号艇の鈴木です。一周1マークの攻防は、まず1号艇の武井がインから回る、3号艇の大橋恵梨香が思い切って握って回って1号艇を沈めてきました。つけ前から3号艇の大橋恵梨香、まくってトップに立ちました。スターター選定正常でした。まくり切った3号艇の大橋恵梨香、残す1号艇の武井の懐は2号艇の津田、4号艇の細川が届いてきて1周2マーク、3号艇の大橋恵梨香がトップクリア。続いて2番手争いは1号艇の武井並が思いっきり逃げ手回るも、2号艇の津田博恵が好旋回。ここは2号艇の津田博恵が単独の2番手、アウトから一定審査は1号艇の武井波。レースは2周目で入っています。2周1マーク、トップは3号艇の大橋恵梨香、2番手は2号艇の津田博恵が回って、1号艇の武井波、2番手争いは食い下がってきます。3番と1番の2番手争いです。完全に並んできました。インコースが2号艇の津田博恵、アウトコースが1号艇の武井波、少し伸ばしていくエースモーターの23号機。2周2マークの旋回です。先頭は3号艇の大橋恵梨香、そして2番手争いですが1号艇の武井波、2号艇を沈めていきたいところですが、2号艇の津田も踏ん張る。2番と1番は決着つきません。2番手争い、レーサー最終周回、後方は大きく水が空き、4号艇の細川優子4番手、5番手が6号艇の鈴木成美、最後方は5号艇の藪内美月、最後のバック3号艇の大橋恵梨香、3コースからの付け前決まりました。そしてここで1号艇の武井並が2番手リードを奪っています。3番手になったのが2号艇の綱広恵、上位体系が3番、1番、2番となりました。この3連単のオッズ満州券で 106.9 倍です。後方は4号艇の細川、6号艇の鈴木成美、最後方5号艇の藪内、ラストコーナー3号艇の大橋、マックテトップ、そして2番手争いは1号艇の武井が振り切って、3番手は2号艇の津田です。先頭は3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。